半間家の本家の半間岩先生です。2019年1月1日ですね、夜ですね。どうも明けましておめでとうございます。だいぶね夜になっちゃいましたけれども、1日ね、ちょっと先ほどねあの思い出したんだけど、マイケル・ジャクソンが死んでから分かったんだけど、一緒に仕事したことありますね、前ね。マイケル・ジャクソンさんとね、仕事したことがあります。生きてる時にね、言いたかったんだけど、死んじゃったな。親しい関係だったな、ということ。家に遊びに行けるという関係だったということをね、仕事やってたんで、あったんだけど、もう亡くなっちゃったからね、申し訳ないなと。で、それとともかくとしまして、ですね、あの作曲、マイクル・ジャクソンが歌ってた曲をね、関係して作ったことがあるんですよ、その関係でね。で、ちょっと話また私の方、したいと思いますけれども、でね、前に話したんだけども、大体ね、私が事実上稼ぐお金はね、3週間で700兆円ですね。でですね、人間の上の生物なんで防衛に必要なんですね、人間たちを抑える。そういうような仮想的なお金が働いているために、その自分がお金が使えなくて、全部自分の個人の軍事力になっちゃうんですね、使い果たしてしまうと。で、バイナリーオプションともちょっと説明しましたけども、2週間ぐらいのね、3週間のここの成績でね、見せましたけども、100億円、まあ、FX じゃないと大金投資できませんけど、同じにできるんで、3週間で700兆円稼げるわけですね、現在ね。で、いい時ですけどね、今ね、落ちるかもしれないですけど、今後。そういうことで、まあ、医者でも名医の先生で、世界一なんですね、私、医者としてね。前に言ったように SF 映画でいうように、石棺という生き返られる装置を大昔に発明しているということをお伝えしておりますけれども、いや嘘じゃなくてね、まあそれはともかくとしまして、まああらゆるね、科学者でも一番だし、人間の上行ってるんですね、人間の上の生物と言っておりまして、体も能力も全然違います、人間とね。生まれたのは人間からですね、ということで。で、本物の本家の貴族ですね。清少納言なんかの、金持ちというか太った美人を許したと。私が決めたことなんですね。そういう歴史的なものをたくさん作ってます。で、エリザベス女王が、生まれる時はね、まあ昔は私は王様だったんですね、宇宙のね。で、独立しちゃってまして、王様やってませんけれども、私がいたんで、彼女はその女での王ということでね、動くようにしてできたわけですね。これは私の方に飛んできました。で、私は古いですからね、もっと。ね、エリザベス女王が生まれた時ですね、のね、時代ですね。もっともっと昔ですね、私の本家の貴族は。私自身はね、もっと昔です。で、生まれてるのはね。で、そういうことで、大体ね、空母、アメリカの空母が200兆円ぐらいですか、200兆円ぐらいでできる、まあ自分で作ってることもあってね、まあ売り値はもっと高いと思うんだけども、200兆円でできるんですよ。
私だと200兆円だと週に1台できちゃうんですね。自分のね、予算で200兆円都合できるんで、自分を守るために使う空母は週に、まあ100兆円でできますから、2台作れるってことですね。個人で防衛に使う空母、原子力が2つ入ってるわけですね。まあ私だったら核融合にしちゃいますけども、核融合は作れるんで核融合になっちゃいますけども、小型ですね、の空母になりますけども、100兆円で作れますから、2台、週に2台ずつ増えていくわけですね。他の戦闘機もあります。戦闘機とか他のものもありますから、あれですけども、大体私の軍事力っていうのは99.99998桁つくんですね。その他は自分の生活、食い物とかね。ですからほとんど軍事力なんですね。99.999999998桁以上なんですね。それは軍事力、防衛力がほとんどなんですね。私は生きるためにはね。ということで、まあ冗談で聞いてください。で、今後はね、地球上にいる人間たちの億万長者のね、100倍を稼ごうと。それは持とうと思うんです、個人。今、豪邸も持ってませんからね、まだ。ただ、1リットル1万5000のミネラルウォーターとかね。ね、そんなので、呼吸よくしてるわけですからね。そういうことは必要ですね。で、食い物が豊富じゃないとダメですね。贅沢はあれですけども、まあお餅は10キロ一人で食べる分10キロ用意しました。けど自分で餅つきで買ってね、ついてました。